動くガンダムプロジェクト。前回の下半身仮組に引き続き、今回は上半身の仮組。作業は滞りなく進み、全身フレーム、つまり骨組みが完成間近。来たい、もう来たしかございません。何これみたいな、なんなきゃいいなと思ってるかな。ついに仮組の現場に無茶ぶり王宮川さんが視察にやってきた。いやいやいや、これちょっと、え、何これってなっちゃったの？気に入ってないの？どうなの？動くのかガンダム、夢への挑戦。第8話、組み上がれガンダム後編。はあ、ドキドキする。上半身の作業工程は、地上で胸の骨組みに肩と腕のフレームを取り付ける。腰フレームを下半身にドッキングしたら、その上に出来上がった上半身フレームを取り付けて完成。まずは左肩フレームの取り付け。胸フレームの近くに作業しやすいように左肩をスタンバイ。配線こっち、誰か不安なところがあったらもうそこ速度に止めた方がいいです。確認、点検がめちゃめちゃ細かい。それも当然、なぜなら頭上を通過するフレーム一つ一つが重さ100キロ以上もありますから。よろしくお願いします。ご安全に。はい、じゃあ荷物動きます。はい、はい、じゃあゆっくり行動。慎重に声を掛け合いながら作業を進める。はい、そう、左肩の取り付けが無事完了。勢いそのままに右肩の取り付けも難なく終了。腕フレームを取り付けて上半身が完成。おお、なんかロボっぽい。ちなみに今回のガンダムは24自由度、つまり全部で24箇所の可動部分がある。細かい動きができるハンドを除いてボディだけで22箇所の可動部分。どんなポーズができるのか今からワクワク。地上での作業は終わり、次は腰フレーム。あれ、ちょっと待った、高所作業じゃん。嫌な記憶が蘇る。次の映像でせーのって言ってませんように。いきます、せーの。お、いけてる。今回は完璧に水平を保ってピンの穴がずれなかった。無事腰がくっついた。そしていよいよ上半身が、とそこへやってきたのは威風堂々たる黒塗りの車。ってスタッフ総出でお出迎え。漂う無茶ぶりか。ってことはもちろんこの人。ついに無茶ぶりを宮川さんが現場に降臨。期待しかございません。何これみたいな、なんなきゃいいなと思ってるかな。期待通りなのか、何これなのか。無茶ぶり王が見せるのは天使の顔か悪魔の顔か。さあどっち。いやいやいや、これちょっと感動だな。これはかっこいいな。ちょっとやばいね。すごいなこれ。追加の無茶ぶりがあるかとヒヤヒヤしたけど、よかった。腰で支えるっていうのはかなり人間かなというのが重心も満足なんで、ここまで動かしたの初めて人間だそうです。それでは無茶ぶり王宮川さんが感動したガンダムの姿をご覧ください。ドーン。どうです、フレームだけでこの存在感。お台場のガンダム見慣れてるけど、やっぱこうやって動くとまた全然違うよね。そうですね、はい、はい、そう、まだ骨段階ですが、ほぼ18メートルのガンダムが動きます。動かすのはこのタッチパネルを触るだけ。たまらん、触りたい。まずは左膝。おお、しっかりとした動き。取り付けにはめちゃくちゃ苦労して4時間もかかったけど、無事に動いてよかった。続いて右肩。
はい、問題なし、エラーなく稼働中。ちなみに膝や肩みたいに縦軸の動きをピッチ軸、腰みたいに横軸の動きを腰軸と言います。またまたちなみに両腕にはピッチ軸と腰軸両方の関節機能が備わっています。まだまだテスト稼働だからどんなポーズをするかわからないけど、がぜん楽しみになってきた。宮川さん、実物大ガンダムが動きましたね。僕多分他の人より想像力がかなりある方だと思うんだけど、自分の想像よりもちょっと超えてたから、それが嬉しかったかな。自分の想像力がちょっと負けてたから。宮川さん、お疲れ様でした。今回ガンダムの動きが見れたのが何よりもの収穫。どんなポーズをするのか想像しながらお待ちください。次回、ついにいよいよやってきました。ご紹介します、 G キャリア。ってなんだ。